長崎英語練習所は、幕末期の安政5年7月、英語通じ要請のため設置された。日本で最初に組織的に英語を教えたのは、ラナルド・マクドナルドである。マクドナルドは、海外連に日本に密入国し、交流先の長崎で、本国に送還されるまでの半年間、オランダ語通じ14人に英語を教えた。この時の教え子に、森山英之助がおり、 マシューペリー来工事には通訳を務めるが、半年の授業では英語で外交交渉を行う段階に達しておらず、結局オランダ語を介しての交渉となった。その後森山は小石川に英語塾を開いており、ある程度の英語教育は開始されていた。加盟七年三月三日の日米和親条約を皮切りに各国と和親条約が結ばれ、さらには 安政5年6月19日の日米通商修航条約をはじめとした安政5過国条約が締結されると本格的に英語の通訳を要請する必要が生じた。すでに安政4年に幕府は長崎に語学練習所を設立していたが安政5年7月英語に特化する形で長崎英語練習所が設立された。生徒は通字や 地域人の指定であり、教師は、長崎海軍伝習所のオランダ海軍軍人や、英国人のラクラン・フレッチャーらが務め、頭取は、奈良林英左衛門と、西吉十郎が務めた。その後、洋学書、語学書裁微官と解消を重ねた後、明治政府により接収され、慶応4年4月に、長崎府管活の幸運官となり、外国語教育に限定せず、 和海洋の山岳を講じることとなった。現在、長崎市立山の長崎歴史文化博物館前に石碑が立っている。ありがとうございます。